稲島全治6ヶ月って言います。よろしくお願いします。はい、始まりました。第2回目の稲島全治6ヶ月が中日ドラゴンズを語る動画となっております。よろしくお願いします。第2回目はですね、第1回目でも告知した通り、どこよりも早い、2020年中日ドラゴンズ開幕オーダーを予想する動画となっております。はい。まあまあ考えました。はい。まあやっぱり基本となるのは、やっぱりその、2019年打線はすごく良かったんで、そこがベースとなっておりますね。あとは怪我人のことを考えて、帰ってくるのか帰ってこないかっていうのを、計算してオーダーの方を考えました。では早速発表します。オーダーがこちらとなっております。はい。見えるかな？はい。こちらですね。はい。ね、説明していきます。まず1番ライト平田。これは僕ね、鉄板です。はい。平田選手はもう足も速くて、守備もいいし、バッティングもいいんでね、僕はね、3番で使うよりもね、この平田選手を1番で使ってほしいなと思ってますね。なんか今シーズンのオフかなんか、怪我をしないためのトレーニングをまた始めるみたいなことを言ってたんでね。来シーズンはね、ちょっと怪我しがちはすぐ治んないと思うんで、120、30試合出てほしいなと思ってますね。はい。で、2番は僕、京田選手をします。はい。京田選手はね、2019年シーズンはね、守備が非常に良くてね、ゴールデングラブ賞いけるんじゃないかと思ったんですけどもね、坂本選手に取られちゃいましたね。守備の、数字でいったら全部京田選手の方がこれ上だったんですけどもね、やっぱりそのインパクトっていうところではね、ちょっと残せなかったんではないでしょうか。じゃあ何をインパクトって思うのかって話なんですけれども、はい。バッティングは完全に坂本選手の方が、はい、上です。でもゴールデングラブっていうから、2割5分しか打たない京田選手でも全然取れると思うんですよね。ちょっとそのね、やっぱりインパクトの方は京田選手では薄いんで、そこで負けちゃったのかなと思うんですけど、やっぱりこれはちょっと中日ファンの僕としてはね、2019年京田選手が、ゴールデングラブ取れなかったのが、僕はちょっと不満です。はい。もう、2020年こそはね、もうバッティングを鍛えて、2割8分ホームランも10本ぐらい打ってもらってね、守備も2019年ぐらい絶好調で、ぜひゴールデングラブ取ってほしいです。で、3番は大島選手ですね。よかった。本当に大島選手はね、残留してくれてよかったです。はい。3年2億5000万の契約を結んだんですよね。はい。もうね、多分大島選手は、名古屋に、実家を建てたらしいですね、家を。はい。だから残留するかなと思ってたんですけども、やっぱり優勝できるチームにも大島選手行きたいと思うんで、なんか阪神が手を伸ばしてたんですよね、取ろうかって FA したらね、はい、でも FA せず3年契約を結んだんでね、大島選手、来年34歳なんで、3年契約で37歳なんでね、生涯、中日ドラゴンズでいいと思います。はい、大島選手、残ってくれてありがとう、ね、次は、4番、ビシエド、はい、これも鉄板ですね。はいちょっとホームランの数は減ったんですけれども、やっぱり高い打率、そしてチャンスに強いですね。打点もあるし、打率も3割残すんでね。はい。これは4番ビシエド選手は全然鉄板ですね。あとやっぱり名古屋のことも大好きでね、ビシエド選手のね、息子さんが、名古屋で野球やってますからね。はい。ぜひね、ビシエドジュニア選手はね、もう選手って言っちゃったけど、ビシエドジュニア君はね、ぜひ、大きくなったら、高校は愛知の高校に行って、愛工大名電から、東邦に行ってね、ドラフト1位で、中日ドラゴンズ指名されてください。日本の高校を卒業すればね、外国人という扱いはなくなるので、はい。で、5番はね、高橋周平選手ですね。2年前の2018年から才能開花して、2019年はですね、4月かな、5月かで、月間 MVP を取りましたね。はい。打率4割残しました。でもね、そこからがもったいなかった。9月だったっけな、ちょっと一塁に戻るときに、指をちょっと怪我しちゃったんですよね。そこからちょっと打率が落ちてね、手術をせずに保存治療をして、なんとか2019年途中まで復帰したんですけれども、やっぱりちょっと、怪我の影響があって、はい。ちょっと率も落として、ホームラン数も下がっちゃいましたね、はい。オフにいかにね、その指の怪我を治すかっていうのが、高橋周平選手の大きな課題と僕はなっております。はい。まあ、怪我がちゃんと治ればね、僕はもう3割1分2分、ホームラン10本ぐらいの成績が残せると思うんでね、周平選手に期待しております。で、6番が福田選手ですね。はい。本当はここにアルモンテ選手を入れたかったんですけども、どうやら、ちょっと開幕には間に合わないぐらいの大きな怪我をしちゃったんですよね。確か足の肉離れから、はい、しちゃったんで、育成枠契約をするんじゃないかって言われてるんですよね。まあでもね、2018年3割2分でホームラン15、6本打った選手を果たして育成枠で契約していいのか。去年もそんなに試合数は出ていませんでしたけども、やっぱり短い期間でね、インパクトを残すバッティングをね、僕らファンに見せてくれたんで、僕は本契約で結んでいいんじゃないかと思ってますね。まあ戻ってこないらと考えて僕は福田選手です。はい。まあ、福田選手はね、守備が普通、ね、肩もまあ悪くはないのかな、まあ、怪我してるからな、まあ、強くはないかな、まあでも、このね、1、2、3、4、5、6番に据えてね、まあ、2割8分、ホームラン25本、良ければ30本打ってほしいなと思ってますね。6番に福田選手が座れば、かなりいい打線になります。で、7番は阿部選手、まあ、去年ね、1年間レギュラーとして活躍した、マスター阿部選手ですね。まあ去年1年間活躍したんですけれども、果たしてね、2年目のジンクス、どう出るかですね。まあ、このセカンドの阿部選手がダメだったら、まあ、2軍には溝脇選手もいますしね、はい。なんだったら、アルモンテ選手が戻ってきたら、レフトにアルモンテ選手を入れて、レフトの福田選手をサードで、サードの高井選手をセカンドっていうね、超攻撃型フォーメーションも僕は組めるんではないかと思ってます。はい。でもね、阿部選手、守備も良かったし、バッティングもね、なかなか、シュアな、いいバッティングもするんでね、まあ、ぜひね、ちょっと研究されてね、自分のバッティングができなくなっちゃうかもしれませんけれども、まあ、阿部選手に期待です。で、8番はやっぱ加藤選手ですね。はい。まあ、去年ね、伊藤ヘッドコーチにね、才能を見出されてね、ほぼ1軍に出ていなかった、加藤選手がですね、開幕マスクをかぶってですね、1年間、まあ、ちょっと途中、1軍登録も圧勝されて、まあ、木下拓也選手とか石橋選手はですね、マスクをかぶることがあったんですけど、やっぱり加藤選手がな、1軍に落とされて2軍にこう戻ってきたときに、まあ、打率だとか2割2分、2割3分で残すようになったんですよね。やっぱり肩が抜群に、あの肩は本当に魅力。やっぱ肩がいいとね、相手の盗塁をするっていうね、攻撃を1個消せることができるんでね、ぜひまあ加藤選手にね、8番キャッチャー座ってほしいと僕は、はい、思っております。はい。あとちょっとパスボールがちょっと多いかな。後ろにそらすことが多いんで、まあこの春のキャンプと秋のキャンプでね、なんとか、守備の方を鍛えてもらって、開幕スタメンに名前を載せてほしいと思っています。はい。まあ、9番投手。まあ、投手はね、ちょっとまた、次の動画で開幕投手は誰か、ローテーション投手は誰かっていうのを挙げたいと思います。はい。以上ですね。これが、僕の考える2020年中日、ドラゴンズの、開幕、スタメンです。はい。これです。はい。ね、いや、もっと広島、こういういいスタメンがあるよとかね、いや、この選手が出てきたらこうなるんじゃないかっていうのをね、あったら、ぜひね、コメント欄などでお書きくださいね。優しいコメントお待ちしております。はい。ね。まだ、2019年の11月8日に撮った動画なんでね、さあ、このメンバーが果たしてね、2020年3月の開幕メンバーとどこまで合っているのか、これもちょっとね、答え合わせをしていきたいと思っております。はい。ね、次回はですね、さっきもちょっと言ったんですけども、2020年中日ドラゴンズ開幕ローテーションを、発表するの、コーナーでお会いしたいと思います。はい。では、今日の動画見ていただき本当にどうもありがとうございました。これにて、失礼します。バイバーイ。